松原水泳場長、人間コンテスト会場松原水泳場松原水泳場地図松原水泳場は日本の滋賀県彦根市松原町地先に所在する琵琶湖に面した水泳場である彦根市へ地形について言えば琵琶湖東岸にある松原あるいは松原湖岸と呼ばれる水辺環境を利用した水泳場歴史的文化的には 知事の松原とも呼ばれる継承地である松原に設けられた水泳場、彦根城の北約1 4キロメートルに位置する。江戸時代、彦根城下にあって、彦根藩松原下屋敷などが置かれていた北、青柳村北部は、西の琵琶湖、東の松原内湖に挟まれた名称であった。松原という名が示す通り、当地、松原の浜津みには、 傍聴林を目的として植えられた松が三里にわたって林を形成し、白社聖章で知られていた。近代以降の環境汚染や人口増加、農地造成のための干拓による松原内湖の消滅とその農地の宅地化による消滅等々が王子の景観を大きく損なわせたとはいえ、現存する当地は白社の浜辺と松林が北東から南西へ1キロメートルほど続く美しい。 湖畔の環境であり、琵琶湖国定公園の指定区域となっているほか、さざ波立つ知事の松原の名で、彦根八景の一つにも数えられている。また、彦根市北部のこの辺りは、琵琶湖の中でも東西に最も幅広い地点の一つであり、南北に開けてた竹島や畜武島が見渡せる雄大な湖の眺望は、昔も今も変わらず、人々を引きつけている。水泳場は、 このような知事の松原を利用したものである。古島随一の広さを持つ遠浅さで水質の良好な水泳場として、夏には、京阪神や中京からも訪れる水泳客で多いに,に、賑わうが、ウィンドサーフィン等が普及するにつれて利用者層と利用時期に広がりを見せている。また、湖岸に沿って遊歩道が整備されていて、散歩やジョギングに利用する人も多い。夏は、彦根大花火大会や、 鳥人間コンテスト選手権大会の会場としても賑わいを見せ、冬は浜辺で干される赤カブラの展示つぼしが風物詩となっている。特に読売テレビ制作のテレビ番組鳥人間コンテスト選手権大会については、1980年に開催地となって以来、番組の人気と継続性が松原水泳場の全国的知名度の向上につながっている。二千六年に行われた 第三塾会長人間コンテスト選手権大会の様子鉄道路線自動車道、ありがとうございます。